太平洋に面したレブカのメインストリートビーチ、ストリートと記念碑レブカは、フィジーの都市。フィジー中央部のオバラウ島東南岸に位置し、フィジー東部地区の州都である。1874年から1882年までの間、イギリス植民地フィジーの首都であった。人口は3745人で、これはオバラウ島の人口の3分の1を占める。 レブカは1820年頃にヨーロッパの植民者によって建設され、フィジー諸島における最初の近代的都市として重要な港を持ち交易拠点となっていた。港には宣教師や船大工などが集まり、1858年には伝道局が設置された。当時フィジーでは6つの王国が覇権を争っていたが、そのうちセルエッペニサザコンバウオが協力となり、 1871年にはザ・コンバウはフィジーを統一。レブカで退官し、フィジー王となった。しかし、この政府は間もなく破綻し、1874年にザ・コンバウはフィジーをイギリスへと上渡。レブカはそのまま英,英領フィジーの首都となった。だが、レブカは背後にまで山が迫り土地が強小だったため、間もなく植民地政府は首都移転を計画し、 1882年には首都はビティレブ島のスバに移転。レブカは錆びれたもののなお重要な町であり続けた。レブカは港町であり、様々な新文化が上陸してくる場所であったため、フィジー発のものが多くある。レブカではフィジー発の郵便局、銀行、新聞社、ホテルなどが建てられた。1869年には、 フィジー発の新聞社フィジータイムズ氏がここで発行され、1879年にはフィジー発の公立学校が設立された。また1927年には首都スバで開始される3日前に電力供給が始まった。レブカはかつて太平洋交易の要所として栄えたが、1950年代にはその役割はほとんどなくなっていた。1964年、 日本資本の水産加工場が建設され、冷凍マグロやツナ缶を製造して、ヨーロッパやカナダへ輸出するようになり、以後これがレブカの主産業となった。観光は、この町では産業上あまり重要な役割を果たしていない。2013年の第37回世界遺産委員会での審議を経て、ビーチストリートとその周辺がレブカの歴史的港町として、 ユネスコの世界遺産リストに登録された。フィジーでは最初の世界遺産である。ありがとうございます。